フリーランスや小規模企業の経営者の方々にはぜひ知っておいてほしい。知らないと損。節税効果抜群の小規模企業共済制度。あー、もうすぐ確定申告の時期。今年もいろいろな節税対策頑張ったな。ちょっと待った。え、誰？本当に節税を頑張ったの？国の小規模企業共済制度には加入していますか？国の小規模？聞いたことはありますけど、企業っていうくらいだし、フリーランスの自分には関係ないんじゃ。なんてもったいない。国の小規模企業共済制度は企業経営者だけでなく、事業所得で申告されているフリーランスの方も加入できるんですよ。へえ。え、なんでそんなに反応が薄いの？え、だってよくわからないし。それでは簡単にわかりやすく説明しますね。小規模企業共済は国の制度だから安心です。将来の退職金積み立てとして毎月掛け金を支払っていきます。毎月の掛け金は1000円から7万円まで500円単位で設定ができ、いつでも増額減額もできます。共済金と呼ばれる積み立てた掛け金は退職・廃業した時や満65歳になった時に受け取ることができます。保険のように満期や満額はありません。受け取り方は一括・分割、一括と分割の併用から選べます。受け取り方によっては税制のメリットがありますよ。なるほどね。でもそれなら普通の貯金とそんなに変わらないんじゃない？小規模企業共済制度なら将来に向けての積み立てをしながら、掛け金は確定申告時に全額所得控除が受けられるんですよ。どのくらい節税効果があるんですか？例えば課税される所得金額が400万円の方の場合、毎月3万円の掛け金だと年間約11万円の節税を毎年受けながら退職金の積み立てができるんです。へえ、そんなに？掛け金総額1080万円を30年間毎月3万で積み立てて廃業し、共済金を一括で受け取った場合、共済金は約1304万円となる試算です。退職所得控除額は1500万円です。全額非課税になるんだ。ブラボー。小規模企業の経営者さんや起業家の方は、会社が大きくなる前の加入資格のあるうちに、フリーランスやプロスポーツ選手の方もなるべく早めに加入して長くかけ続けていただくことでメリットも大きくなりますよ。これは検討した方がいいね。はい、ぜひウェブサイトで確認してみてくださいね。詳しくは概要欄の URL からぜひチェック。